ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや怖えよ、そんな想像してたのかよ。わ、俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな、どこに行っちまったんだ。あ、サニー沈んでんじゃねえか。うわあ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ、中でなんか光ってるみたいだぞ。嘘。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のお菓子の嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない、探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。たちいたか。いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ。ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか。ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しょうがねえ、俺もついて行ってやる。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ。みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待てルフィ、おい。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜルフィ。懐かしいわ、ここでもいろいろあったわね。そうだな、うまい飯屋もあったな。いや飯の話じゃねえよ。あなた食いしん坊なの。やってやるぜ。
なるほど。これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。電気が通ってるよね。お、さっきの装置、今度は2つあるみたいだな。この先もしっかり確認するわよ。何かいいもんがあるかもな。これは石板ね。それにこの文字は何が書かれてるか分かるのか、アロビン。もっといろいろ調べてみないと、これだけじゃ分からないわ。奥でなんか光ってんな。レリーには指一本触れさせぬ。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。
健康の科学、とくとご覧あれ。ゴムゴムのバズーカ。しやったな。ちょっとこっちによこさないでよ。覚悟しなさい。レディーに危害を加える前に、てめえは速攻で片付ける。覚悟しな。いけるか。三刀流奥義三千世界。ジャンブプルミエールアッシュ。ちょっと、本当か？おい！なあ！おいおい。はあ。おお。そうか。よっしゃ。俺の仲間に手出すな。
殺解放し俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリング。うれっ、来いよ。切られる覚悟があるならな。そっちか。三刀流奥義三千世界。だだだ、サンダーボルト連発。分からねえな。おう。ありがとう。うわー、感謝する。はあ、何よそれ。やれやれ。はあ、そんなことって。そうかしら。いやはや。はあ、ダメに決まってるでしょ。違うな。何が言いたいのよ。ああ、ナミ。なあなあ、ナミさん。わかったから。もう。やれやれ。